ゲートボールは5人一組の2チーム対抗で行われる日本発祥のスポーツ。漢字では門級と表記される。1947年、鈴木栄二が北海道目室町においてクロッケをヒントに考案した。もともとは太平洋戦争後の物資不足で遊び道具のない子供のため、また子供の不良化防止のために作られた遊びだったが高度経済成長期に 高齢者向けスポーツとして爆発的に流行。現在では日本だけでなく、アジア各国にも普及している。近年では、ゲートボールという名称が、老人のスポーツの代名詞的な存在になるまで、社会に浸透してしまい、それが若者への普及を妨げているという指摘から、高齢者のスポーツというイメージを払拭するため、二人制と三人制の競技に限り、リレーションと解明されているが、 定着はしていないな1984年に日本ゲートボール連合が発足し、1985年に東京で第1回全日本ゲートボール選手権大会が開催された。毎年開催され、優勝チームには文部科学大臣杯が授与される。1986年に札幌市援山競技場で第1回世界ゲートボール選手権大会が開催された。 当初は毎年開催されていたが、現在は4年に一度開催されている。スティック木製、またはプラスチック、金属製の用具。金槌の柄を長くしたような形をしている。ヘッドと呼ばれる部分でボールを打撃する。英語圏ではマレットと呼ばれる。ボール合成樹脂でできている。1番ボールから10番ボールまで、各1個ずつ合計10個ある。 奇数番号のボールは赤字に白い数字、偶数番号のボールは白字に赤の数字が書いてある。ゲート型カ,カナの、この形をした金具。3本使用する。これを規定の位置に差し込んで、この下を定められた方向にくぐらせることを通過と呼び、通過すると得点を得られる。ゴールポールクのような形をした金具。これをコートの中央に差して、ここにボールを当てる。 当てると、上がりになり、得点を得られる。ゼッケン1番から10番まで各1枚ずつ、合計10枚使用する。カウンター、カウンターと呼ばれる道具を使う。15分経過の時、20分経過の時、25分経過の時、30分経過の時の合計4回音が鳴るようになっていて、すべてのボールの得点を記録できる。ワンショ監督は、監督ワンショを、主は、 首相腕章を使用する。なおスティックは選手一人一人が用意するが、その他は主催者が用意するのが普通。また、ここに挙げたのはゲートボールをする上で最低限必要なもので、この他にユニフォーム、帽子、シューズなども用意することがある。試合の目的、編集試合が始まると、1番、2番、10番、1番の順番に自分の持ち玉を打つ。 試合の目的は30分の競技時間内に相手チームよりも多くの得点を獲得することである。打った持ち玉に3つのゲートを通過させたり、ゴールポールに当てて上がりにしたりすることで得点でき、ゲート通過の場合は各1点、上がりの場合は2点が加点される。ただし、単純にゲートをくぐらせたり、ゴールポールに当てるだけでは通過や上がりにはならない。以下には、 通過や上がりになる条件を書く。なお、ゲートを通過できなかったからといって、ペナルティがあるというわけではないので、物理的に無理だったり、作戦上ゲート通過よりも大事なことがあるという、場合はゲートを狙う必要はない。タッチ、編集スパーク打撃の様子自分のボールを、敵味方問わず他のボールにぶつけると、タッチとなる。タッチをして、自分のボールとタッチされたボールが、 両方ともコート内に止まった場合、スパークという特殊な打ち方でタッチしたボールを動かすことができる。スパークとは以下の手順で行う。なお、スパークによって起きたことはすべて試合に反映される。つまり、例えばスパークによって当てられて移動した相手のボールが第2ゲートを通過した場合は、そのボールの持ち主は第1ゲートしか通過させていなくても、第2ゲート通過が記録される。 アウトボール、編集勢い余って、ボールをコートの外に出してしまったり、スパークなどによって、コートの外に出されたボールは、アウトボールという扱いになる。アウトボールになったボールは次に打順が回ってくるのを、待って、コートの10センチメートル外から、コートの中に打ち込む。ただしコートにボールを打ち込む際、他のボールにタッチしてしまった場合は、再び、アウトボールとなる。また、 ゲート通過や上がりは無効となる。ゲート通過しても得点にならない。同様に上がりにもならない。アウトボールになるわけではない。打剣、編集ボールを打つ権利は次のように発生する。打剣は加算方式なので、例えば一打でゲート通過とタッチを同時に行うと二打分の打剣が発生し、これを二打剣と呼ぶ。一度の打撃で複数のボールにタッチした場合には、 得られる、打権は加算されず、一律で一打分の打権が与えられる。また、現在のルールでは、打権放棄は認められない。必ず打撃を完了する必要がある。反則、編集次に掲げる行為は、故意、過失を問わず反則となる。反則に対するペナルティは、反則を犯した選手の持ち玉をアウトボールにする、または、反則前の状態に戻すというものである。 また、反則によって動いたボールは、アウトボールになるボールを除き審判の手によって、元の位置に戻される。アウトボールは、反則が発生した場所から最も近いコート外の位置へ移動させられる。試合終了、編集ゲートボールの試合終了は次のようになっている。引き分けの場合は、引き分けとして終わる場合とサッカーの PK 戦の要領で決着をつける場合がある。 同点決勝のやり方は次の通り。主審、副審、記録員の合計3名の審判員が試合を担当する。大規模な全国大会ではこれに2名の先進が加わることもある。主審が主となって試合を仕切り、副審と役割を共有しながらプレーに対しての判定を下す。記録員はボールの得点を記録表と呼ばれる紙に記録していく。審判員資格は 各都道府県の協会が実施する筆記及び実技試験を受けることにより取得することができる。等級は3つに分かれ、3級審判員、2級審判員、1級審判員の順にランクアップしていく。この他に1級審判員資格を持った上で取得できる国際審判員という資格もある。ゲートボールでは、いかに得点するかよりも、いかに相手を邪魔するかに重点が置かれる。 なぜなら、上がりになった選手は二度と試合に参加できないため、例えば先に二人が上がったとすると、それ以降は相手五人に対し、自分たちは三人で戦うことを余儀なくされるからである。これは、数の上で不利なだけでなく、上がった選手の順番が飛ばされるので、相手に二人連続でのプレーを許すという意味でも、非常に不利となる。そこで、定石とされているのは次のような、試合運びである。 ただしこれは理想的な展開であり、実際は第1ゲートを通過できない仲間をいつまで待つかとか、相手に先に第2ゲートや第3ゲートを占領された場合はどうするかというところでチームの戦術が問われる。近年は4年に1回開催されており、前回は2018年にブラジル、サンパウロ市において行われた。第十一回大会には日本をはじめとする。 オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、香港、インドネシア、韓国、マカオ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、台湾、アメリカ、インド、ロシア、スイス、タイ、ウルグアイ、ヨーロッパの20国、地域から計90チームが出場した。2018年の第12回世界ゲートボール選手権大会優勝。 日本カントリークラブ4年に一度開催されており、2012年のマカオ大会では、鹿児島県のフレンドスポーツが3連覇を達成した。2020年の開催地は中国だが、詳細は決まっていない。2016年の第7回アジアゲートボール選手権大会優勝、3等基本的には各都道府県一代表の大会がほとんどで、毎年開催される。 毎年一度、年齢、性別無制限で開催される、国内大会で、最も権威のある大会。47都道府県の代表前回優勝の1、チームを加えた48チームで頂上を争う。48チームを4チームずつの1次リーグに分け、各コートの上位2チームが2次リーグに進出。その上位2チーム、合計十二チームによって、トーナメントを戦い、優勝チームは、 文部科学大臣杯を手にする。多くの国際大会の日本代表選考も兼ねている。全日本ゲートボール選手権、大会に連覇中の作新学院若きチャンピオン、作新学院のプレー2015年から公開競技として追加された。毎年一度行われている。地域ブロック大会の優勝チーム、男子クラス、女子クラスの各16チームで戦う。 4チームずつのリーグに分けた後、上位2チームによる決勝トーナメントを行う。以前は男は女、65歳以上を相下で区分される4クラスで競技していたが、現在は男女別の2クラスで65歳以上を基本とし、チームに2人まで65歳未満の選手を登録することができる制度を採用している。毎年開催、65歳以上、 15から65歳、15歳未満の3世代が同じチームに入って競技を行うことが義務付けられた大会である。名簿上の登録だけでなく、競技時間中は常にその3世代が同時に出場することが必要である。優勝チームには内閣総理大臣杯が与えられる。ジュニア層のための全国大会で毎年夏に埼玉県の熊谷ドームで開催されている。 6歳以上15歳未満の部及び15歳以上の部の3クラスで競技を行う。同じ職場で働いている人たちで結成したチームが参加できる大会。映画小説漫画コンピュータゲームボードゲーム音楽 TV 番組。ありがとうございます。